世の中がどんどん変わっていくっていうのは仕方がないことだと思うのね。でその変わっていく中でファッションもやっぱり世の中と一緒に変わっていかないとファッションじゃないから、その変わることはこれが時代性っていうことだと思うんですけど、私が今までやってきた中ではこの10年間っていうのは一番つまらないファッションマーケットだったと思うんですね。ファストファッションっていうのが流行ったり、安いものを大量に作ってでクリーニングに出すよりは捨てた方がいいっていう、その悲しい時代がこの10年だったと思うんですね。だからやっぱり今頃サスティナブルとか言われてるんですけど、心を込めて作った服っていうのは長く着れるものだと思うんですよ。だからそういうふうにもうすっごいいっぱい作って安ければいいみたいなこの流れだった10年はもうそろそろ終わってもいいかなと思ってますね。